疲れ様でした。お疲れ様でした。自己紹介をどうぞ。オフェンスライン75番黒川です、はい。今日はどうでしたか。まあ、結果としては負けてしまったんですけども、まあ、まだまだ強くなるチャンスが自分たちに見えたかなと思うので、これからまだまだ日本一目指すいい試合になってるかなと思います。ファンの皆様に一言。チャレンジャーズはですね、まだまだ日本一に向けて精一杯頑張ってきますので、これからも熱いご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。